はい、お昼になってきました。まあ、北海道って言ったらね、ついついジンギスカン頼んじゃうでしょう。だから絶対ジンギスカンを食べないようにと思ったんだけど、やっぱり頼んじゃいますよね。なんかね、そんなノリでございました。ここで鉄板焼いて、これがラム肉ですね、うん、野菜はちょびっとしかもらえなかったんで追加注文かなというところでございます。寺垣教授、北海道来てますよ。北海道来てるけど、いかがですか？食べに来ませんか？おしょ、黄泉の国行っちゃいますよ、もう私の方が先に。さあ、じゃあちょっとこっちのね、景色を見てみましょうか。ほら、こういう環境でいただけるというね、うん、まあ、これなかなか快適ではあるなと。あの煙がほら、たまらないでしょ。うん、どっちかというと昨日のところはね、煙が接地内に溜まってとってもね、不快だったというね、そんなホテルでございました。じゃあいただきます。